プロゴルファーの奥山です。今回はボール付きドリルでどれぐらいヘッドスピードが変わるのかを検証したいと思います。では、7番アイアンで、ヘッドリリースさすのとボール付きドリルで打ち方を2種類やって、ヘッドスピードと距離がどれぐらい変わるのか検証してみます。ではまず最初ヘッドリリースさせて打ちたいと思います。こういう感じですね。さあヘッドスピードが 39.1 ですね。ボールスピード 52.7 です。飛距離158ヤードですね。はい、では、続いてボール付きドリルですね。一回イメージしてみましょう。ネックを持ってグリップエンドでボールを突くイメージ。それぐらいためができるようにします。はい、見てみましょう。ヘッドスピード 41.3、 ボールスピード 56.4、 飛距離が伸びてますね。ヘッドスピードもいい感じです。この実験で分かるように、しっかりためができて、ボールのところでヘッドがリリースされるとヘッドスピードは上がります。そして、ロフトも立ってくるので、こちら側でリリースした時よりも、ロフト角が立ってボールの当たるところのヘッドスピードが、上がっていきます。ですので皆さん、ボール付きドリルのこの位置まで溜める練習をできるように、正しい、溜めの感覚を、つけてください。皆さんもこれで、飛距離アップとミート率をアップさせましょう。もう一度結果を見てみましょう。ヘッドスピードは 2.2 アップしています。ボールスピードは 3.7 アップしています。飛距離は11ヤード、約一番手はアップしています。ミート率は 0.02 アップしています。ハンドファーストでインパクトを迎えることはとても大切なことです。皆さん、ボール付きドリルで上手くなっていきましょう。